編6登場人物スミス学生 A B C D 場所教室本当スミスさんの話面白かったですよ。そうですか。どうもスミスさんの話を聞くと日本の子供がどんなに過酷な状況にあるかよくわかるね。それとどうしてああ画一的にやらなきゃならないのか改めて考えさせられますね。やっぱり本読むよりよくわかりました。お前なんか本読んだってわかるわけないよ。どうしていつも本読みながら半分寝てるじゃないか図書館で。よく言うよ。お前なんかこの間いびきかいてグーグー寝てたで。場面7背景ニューヨークももう随分暑くなってきたことと思います。こちら横浜もすっかり初夏の日差しを感じるようになってきました。すっかりご無沙汰してしまいましたがその後先生にはお帰りなくお過ごしのことと存じます。私も相変わらず忙しい毎日を送っています。先月からは大学に聴講に行き始めますます忙しくなりました。はじめは授業についていけるかどうか心配でしたが先生にも他の学生にもとても親切にしていただいて大変いい勉強になり喜んでいます。今明治授業理論史研究という本を読んでいるのですがこれも大学院生の島岡さんという方に週1回ずつ見ていただけることになりほっとしています。先日はゼミでアメリカの教育事情について発表する機会がありました。日本語で発表するのは初めてで緊張しましたが自分ではなんとかうまく話せたのではないかと思います。お世辞かもしれませんが友人たちにも面白かったと言われてなんだかちょっと恥ずかしいような気もしました。でもとてもいい経験になりました。しかし勉強だけしているわけではありません。日本の生活にも慣れ日本人の友達も増えたので出かける機会も増えてきました。この間も初めて能を見に行きました。みんなに途中で眠らないようになどと言われていったのですが想像していたよりずっと面白くて全然眠くはなりませんでした。表現もとても面白かったです。これからも気分転換を兼ねて休日にはなるべくいろいろなところへ行きいろいろなものを見てみようと思っています。こんな調子で大変楽しく過ごしていますからどうぞご安心ください。またお便りいたしますがニューヨークはこれからますます暑くなると思います。先生もどうぞくれぐれもお体にお気をつけください。ヘイグ5月10日デビッド・スミス関根和彦先生。第1部ユニット1104に電話番号を問い合わせる。基本会話。テープの基本会話をよく聞いてスミスの部分がスラスラ言えるように練習しなさい。お待たせしました。104です。あのすみませんが、はい、日本キーンというところの電話番号をお願いします。はい、住所はお分かりですか。いえ、分からないんですが。どういう字を書きますか。はい、あの日本キーンの木は将棋の木で。将棋の木。はい、院は病院の院です。はい、将棋の儀に病院の院。はい、日本棋院ですね。そうです。少々お待ちください。はい、もしもし。はい、お待たせしました。日本棋院は 03-3261 の 3261 の151号です。151号ですね。はい、どうもありがとうございました。どういたしまして。練習。
タスクリスニング A。 テープのタスクリスニングを聞き、どこの電話番号を尋ねているか、それは何番だったか表に書き込みなさい。1。お待たせしました、104です。すみませんが、はい、ホテルニューオータニは何番でしょうか。少々お待ちください。はい、お待たせしました、ホテルニューオータニは03-3265-1111です。3265-1111ですね。はい、どうもありがとうございました。どういたしまして。2。お待たせしました、104です。すみませんが、はい、国会図書館は何番でしょうか。はい、少々お待ちください。はい、お待たせしました、国会図書館は 03-3581-2331 です。3581-2331 ですね。はい、そうです。どうもありがとうございました。いいえ。3。お待たせいたしました。NTT104 です。すみませんが、三越は何番でしょうか。日本橋の三越でよろしいんですね。はい。少々お待ちください。はい。お待たせいたしました。お尋ねの番号は代表で 03-3241-3311 です。3241-3111 ですね。いえ、違います。3311です。3241-3311 ですね。はい、そうです。どうもありがとうございました。4。お待たせしました、104です。すみませんが、はい、港区赤坂3丁目7番地の、はい、高田病院の電話番号をお願いします。はい、港区赤坂 3-7 坂田病院ですね。はい、坂田はどう書きますか。大阪の坂に、はい、田んぼの田です。はい、少々お待ちください。はい、お待たせしました、それは 3583-8753 です。 3583-8753 ですね。はい、どうもありがとうございました。5。お待たせしました、104です。すみませんが、千代田区永田町の伊藤忠さんの電話番号を知りたいんですが。千代田区永田町の伊藤忠さんですね。ええ、伊藤の党は東の方の党です。忠は正しい、性格の性です。はい、永田町何番地か分かりますか。番地までは分からないんですが。はい、少々お待ちください。はい、お待たせしました、その方は 3262-5639 です。3262-5639 ですね。はい、どうもありがとうございました。練習会話。テープの練習会話をよく聞いて、スミスの役ができるように練習しなさい。1。すみませんが、銀座にあるヤマハっていう楽器店の電話番号を知りたいんですが。少々お待ちください。ただいまお調べしております。メモの用意をしてお待ちください。お待たせしました、6丁目のヤマハですね。はい、その方は 3572-3132 です。 3572-3132 ですね。はい、そうです。どうもありがとうございました。どういたしまして。2。